はい、皆さんこんにちは、京都のマサです。先日ね、7月1日制服の目公園にね入ってきました。今回はね H 列の4番でしたね。まあ、やや後ろの方の上手側、ちょっと偏った席だったんですけどね、端っこのに近い方の席で、最近なんかね H 列とかねこの辺が多いですね。前回は6月6日の時も H 列ですね。まあ、今回の制服の目はね、正規メンバーの方では伊藤美希さん、西井美代さん、あと大村あんずさんね、この3名が入られて、でそれプラス12期研究生9名のメンバーで行われました。まあまあ、今回はねもうだいぶやっぱり完成度としては、上がってたと思いますね。だんだん、回を重ねるごとにね、みんなどの子もねちゃんと声が出るようになってましたし、まあ踊りに関してはねもうこの6月の体制になってからね、みんな格段にレベルも上がってきてて、今回特に感じたのはそうですね、こっちゃんとか、まあ、伊藤ここみちゃんもそうですけど、初期の頃と比べると全然もうしっかり声がね歌えるようになってきたなっていう感じはします。これはすごいですね、素晴らしいことだと思いますね。でこの前日がね名古屋ガールズフェスティバルもあって、まあその時も思ったんですけど、体調不良のね子が、多かったのがどうなんだろうとは思ってはいたんですけど、心配事としてね、まあ名古屋ガールズフェスの時は、まあ、出る時間もね30分弱でしたし、気合で乗り切ったのかなと思ってたんですけど、まあ今回ねこの劇場公演見てやっぱりこっちゃんとミヤビームかな、でちょっとね咳が出る、場面がちらほらあったんでね、こう MC の時とかまだまだ感知はしてない感じですね。まあでも一生懸命ね頑張って、特にその楽曲披露してる際はね、そういうのは体調があまり良くない感じには見受けられなかったんで、まあまあ、解放には向かってるんだと思いますけどね。であと今回ね面白かったのはね、垣根がねやっぱり MC に関しては、12期生では1枚ねこう抜け出してる面白いトークをねこう、まあ、今回西井美代さんと隣だったんで、まあ、西井美代さんにまあ、美希ちゃんと、まあ、これは前回前にね美希ちゃんと西井美代さんの名前を間違えて呼ばれたって、まあ、美代さんがねおっしゃってた、美代さんが出た時ね、まあ、その流れからだと思うんですけど、まあ、今回もそのわざとこう書き入れながらねそういう間違った振りを、自ら振って絡んでいってるところはねさすがだなと思いましたね。で接し方もねもうすごくフランクで、まあ同じ関西人だからやりやすいのかなって書き入れもね思うんですけど、まあ西井美代さんにねこう2つも2期上の先輩ですよねに対してね、しかもこういう公演でご一緒ね一緒になったのって2回目だと思うんですけど、それにしてはねもう友達のような絡み方をしていってたんでね、まあ彼女はだからこういう MC の場でね、どんどん活躍してほしいですよね。
なかなか若いメンバーだとね、あの先輩に対してこんな萎縮してなかなか絡んでいけないんですからね、うん、まあ、カキレナとかココハちゃんとかねは、うん、先輩に対してもこう萎縮せずにね絡んでいって面白いトークをねこれからも期待してます。でユニットに関してはね、まあこれもあれでしたね、まあ、前回アンズちゃんとか前に出た時、あれは6月21日か6月21日の時と一緒でしたね。思い出以上ココハちゃんがセンターでアズアズとユアニャンっていうね、うん、もうココハちゃんセンターでね、うん、全然違和感なく、うん、まあ、次はね多分これ斉藤真希子さんが 出られるんでね、うんと7月 8日の公演はね多分斉藤さんがここにセンターに立つんじゃないかなとは思うんですけど、まあでもそういう先輩の時以外はもうココアちゃんが、うん、センターで来るんでしょうね。まあで適時、まあ先輩が入るかもしくはココミンが入るかみたいな感じなんだと思います。で次の狼とプライドはサツキチとココミンでしたね。加藤さつきちゃんと伊藤ココミちゃん、この二人はねやっぱり若い年も近いし、まあ背丈的にもね、うん、背丈とか体型的にもまあ見ててバランスがいい感じですよね。可愛い感じにこうね、うん、表現できる二人かなと思いますね。まあ、これもココミちゃんはあれかな、うん、そうですね2回続けてですよね。6月21日もやってましたよね。だから前はサツキチとハナナンがやってたのが最近はねサツキチとココミちゃんみたいな、まあ、この辺はもしかしたらまた変わってくるのかもしれないですね。定期的にね何回かごとにって思いましたね。でもすごく可愛い組み合わせで良かったんじゃないですかね。で次の第6巻がね、今回青の衣装ね最初にこう踊り出して踊りで出てくるね青の衣装の子がミヤビームがやってましたね。初めてだと思います。ミヤビちゃんがねここの第6巻に出てくるのはこれもなんか斬新で良かったですね。まあだからサータンがいない時にはうんまあ、6月以降サータン1回しか出てないですけどそれ以外の時はこの青のポジションねレオーナさんがやったり北野ルカさんがやったりねしてたんですよね。まあ、だからここはどうなんだろう、みやびちゃん定着していくのかな、うん、定着していくのかもしれないですね。まあ誰か先輩がここに合う先輩が入ったら、うん、先輩がやるポジションでそれがなかったらみやびちゃんがね入るのかもしれないですね。で赤の衣装の、まあ、センター赤の衣装はアザーズがやってましたね。まあアザーズはねこれ前のあの研究船公演の頃からねずっとここの赤のセンターやってたんでね、まあ、それは譲らずという感じで、まあ、似合ってていいと思いますね。でピンクの衣装を糸美希ちゃんがね、うん、演じてました。まあ、前回糸美希ちゃん出た時同じですよね。前回っていうかね6月の2日の時は赤ですね伊藤美希さんね。で6月21日の時にピンクの衣装なんで最近ピンクなんですね。で緑とあのオレンジはまあユアニャンとカキレナが、まあ、ここは毎度の感じですね。枯葉のステーションは、うん、花ちゃんですね。まあ、花ちゃんがこう今回はね声がすごい乗ってましたね。まあ、歌唱力ナンバーワン決定戦もね今月控えてますんで声の調子もね上がってきてる、まあ、トレーニングとか
まあボイトレあんまり組めてないのかもしれないですけど、まあ、カラオケ行ったりそういうトレーニングの成果なのかね、声に張りが出て、うん、花南歌謡ショーみたいな感じでまあ今までのこう枯葉のステーションのこうちょっとね、あの物寂しさというか、うん、まあそれからは、うん、だいぶ花南らしいこうちょっとパワフルちょっとパワフルな枯葉のステーションですけど、うん、すごく彼女の声がね生きてる感じでね、まあこれはこれですごくいいと思います、うん、斬新で、それに、うん、そういうこういう声を聞かせるね、こういう楽曲もあっていいと思いますんでね、すごくいいですね。で次万華鏡はね、まあ万華鏡はみゆちゃんがセンターで、こっちゃん、みやびちゃん、ココミンで西井美代さんね、この5人で、まあ、これも前回あれですよね、美代さんが出た時と同じですよね、だから6月2日の時の公演と同じ布陣ですね。でここでもやっぱりこっちゃんがね、うん、まあ、前よりもより声が出るようになってましたね、うん、やっぱりちゃんとねこう何回も歌っていけば、自分でそんな音痴なんてね、音痴って言われたってまあ言ってましたけど、まあネタかもしれないけど、そんなことないんでね、うん、ちゃんとこう経験積んでいけばしっかりね歌えるようになっていってますんでね、うん、素晴らしいですね。で他はね、まあまあすごく今回もコールも、うん、よく入ってましたし、メンバーの方もねこう生き生きと、うん、だんだんこうやっぱり楽しんでるなっていうね、うん、公演が自分たちのものにこうなってきてる、うん、そういう実感があるんだと思いますね、うん、すごくだからいいと思います。あとはね、まあ、12期の子たち、まあ、見てたらあれですけど、レスとかね、うん、その辺をこう先輩方からね学んでいけたらね、うん、もっといいんじゃないかなって思いましたね。まあこれは多分難しいんだと思うんですけど、まあかつてね、須田あかりさんがこうちゃんと見てね、あのレスするとき4秒ぐらい見てあげないとってことをねおっしゃってたんですよね。それぐらい劇場から見てる方からしたらね、自分のところに来てるのか、まあ、ただ1秒ぐらいこう目が合ったぐらいではわからないんですよね結構、うん、まあ、4秒って言うと結構長いんですけど、まあ、それは多分意識の問題で 1,2,3 ぐらいは、うん、合わせてあげるとか、まあ、ちょっとこうね、アクション、まあ、でもみゆちゃんね、一回僕がサイルーム振って、うん、うなずいてくれた時があったんで、まあ、ああいうのもすごく、うん、いいと思います。そういうのがね入ってくるようになると、でまたねファンの方以外のね、その自分のサイルーム、推しのサイルーム振ってる人以外の人もねこうちゃんとレスをしてく、その辺がねこう王ちゃんとかねすごくうまいんで、末永桜花さんとかねそういうのがすごくうまいんですよね。だからそういうのは、うん、まあ他のこう正規メンバーの劇場公演見たり、まあ、そういうのでね学んでいってほしいなって思いますね、うん、まあ、そんな風に感じました。で今回は、手紙のことの手紙を書いたメンバーはねココミンでしたね、うん、ココミンの手紙をねもらった方
すごいラッキーですよね。まあ僕もいつかね、自分が入った時に誰かにね、まあもらいたいなと、みゆちゃんに本当はもらいたいんですけど、まあ、なかなかそんなことはないでしょうからね。うん、まあそんな感じで今日の7月1日のね公演はまたすごくいいもので、まあ、次にもねまた期待したいですね。まあ、8日は私はちょっと行けないんで、またその次ぐらい、うん、投げれたらなと思いますね。うん、まあそんな感じでね、毎回こう先輩メンバーが入って、まあ、そこにどういう、うん、学ぶこともあるだろうしね、彼女たちは。で我々の側はね、またそういうユニットが変わったり、どこに誰が入るとかね、まあ楽しみにが尽きない公演で、うん、いいですねこういうのはね。さあそれではね、今日の動画はねこの辺りで失礼したいと思います。それでは失礼します。